番右側が一木さんとなっております、はい、何を隠そう一木さんは今声優なんですが、もともとですねキングオブファイターシリーズのガチ勢として、まあ全国大会の予選も勝ち抜いている完全なガチ勢、対するワイズマン遠藤、キングオブファイターシリーズを遊ぶのは多分20年ぶり、マジで20年目の可能性がある。今ボコボコにしている方が一木さんです。今やられてる日本男子はワイズマン遠藤ですね。ダイモン、さあそりゃそうだ、まともに試合になるとは我々も思ってない最初から、から一木さんのかっこいいところをみんな見たがっている。KOS 声優、KOS 声優と呼ばれているが、動いているところをあんまり見たことないなという人もこの配信の視聴者に多いはず。一木さんのかっこいいところをぜひぜひ見せていただきたいが、地味にワイズマン遠藤の飛び蹴りとかC とか地味に地味に地味に刺さっている。ゲターです。しかしここはなんとかなんとか一木さんのさすがペリーボガードがまずは一本帽子飛んだ、帽子飛びましたね。オッケー、さあの帽子を飛ばす演出もう30年近く経つかもしれない。さあそしてワンピー側はさあこちらギースハワードなんですが、これはこれ曲、これはギースハワードの勝ち間違いか、ひょっとしてナイトメアコスではないか、黒いこれはどっちだ、ナイトメアギースか、コメント欄に詳しい方いらっしゃいますでしょうか。ナイトメアギースですよね。さあナイトメアギース、これ確か DLC だったような気がするが、買ったのか、まさか買っているのか、買っている、ナイトメアギース購入済み。さあ失格、せっかくだからいいところ見せていきたいな、ここで四季さんの発動コンボが決まってからバージャージガメ足金髪がなる、おっとレイジングストーム。さあこのゲームのレイジングストームはコマンドが簡単なので遠藤さん満身知らせるぞ、バースターリアってこれに似たて。さあこちらキングオブファイターズはですね 3on3 となっております、勝ち抜きですね。なので今一木さんのキャラは先方まだ1人目です。対する遠藤さん、赤いノーマルからのテリーボガード同キャラですが、こちら大将なんで赤い方のキャラクター負けると遠藤さんの敗北が決定、1人ぐらいは倒してほしい遠藤さん。とはいえ相手は完全にガチでブラックシェルと相打ち、同じ今の相打ちも受け身を取ってるか取ってないかでこのゲームのやり込みとかバレるぞ、大丈夫か。ブラックシェルが決まって足を追い詰めてから崩れしまったか、ここは連続の失敗してたか、カウンターヒット、これは薬液症のぶっ放しが当たる。なんとか結構入ってトリプルギーズ当たったか、ライジンタクル対抗してからライジンタクル打ち返す、タワーゲイザーはこれは操作にとどまったか、遠藤さん一瞬報いることができるのか、クラックシュートか、あジャンプにヒット、なんとか三立ては回避、OK、遠藤さんが赤い服が好きなんです、遠藤さんが赤い服が好きなのは全部テリーボガードの影響。今日も赤い服、遠藤さんが誕生日を迎えるたびに実はテリーのグッズが社内のみんなから配られる。しかしそんなテリーボガードエピソードも普段の悪名までは言えないんだが今日は言えるんだが、さあここで一木さんが勝利、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとう。カメラリアクション伝説のヒーロー、やったぜ、ありがとうございます。そんなもんじゃないんだろ、やりたんねえな、やりたんない、時間は時間はいける、いける、俺の敵を撃ってくれる、じゃあ行くしかねえな、あきらさん行くしかねえな、あきらさんが KOF をやるっきゃねえな、2先、これから2先、こっから2先、じゃあ師匠遠藤さん、あ、じゃあ、遠藤さん、急に出演することになる。実況遠藤さん、実況実況は無理かもしれないけど、感想とか。はい。じゃあ、すみません、お邪魔します。お願いします。はい。本気で行かせてもらうぜ。裏切り王に。うわぁ、この拳に魂を込める。あ、全部拾ってますよ。はい。あ、すごい。え、何？お姉さんにいじめられたい。お、素敵。素敵。ダサいよ。可愛い。どうですか、ちょっとキョロキョロした感じのキャラ。挟まれたい。挟まれたい。そうです。ザナズに挟まれたい。さすがの俺もザナードに挟まれたいとは思わない。キックとルーンだったら、ザナードに挟まれたいから、ザナードに挟まれるのはやばい。虫を埋める。ラウンド1。モリモリ。
でもなんかやっぱテリーファンとしてはテリーに勝ってほしい。大好き。あの可愛いアニメだね。可愛い。何の顔。あい、あっ、トマゲージがもう。たまに出る。はい、たまに出る。お前なんか。背が低い人がやられる。名前なんか。あ、やだやだ。うえ、うわ。ガチバトル。少しは燃えさせてくれよ。おお、細身の細巻き。あの青いキャラは主人公。まああのシリーズの最初の主人公。燃えてる。かっこいい。かっこいい。ジーパン似合う。私あ、出たメンバーの立ち方がすごい。足ね、すごいすごい足の伸び。大空声優、いつか大空声優って事務所でも広まってる。終わったかい、ね、初めて初めて見ました。そうなのかなって思ったら、ぶっ壊していったぜ。おいで、なんでデッキ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 。あー、ウィン。それで全力かしら。アキラさん強い。それじゃあ始めるか。ラウンド4レディーゴー。デッキタデッキなんてね。デッキタなんてね。はい、終わりだ。なんだろう。あ、おお、あ、来た。このフィニッシュだ。ほぼイーブンです。お相手するの。ファイナルラウンド。レディーゴー。すごい。ミドルストライク。ハートアクション。ミドルストライク。すごい。ミドルストライク。ハー。ライドパンチ女子。まだまだ。あ。まったく。
これが子供にっこり。それにも生まれることでしょう。生まれてほしい。生まれてほしい。これ悪魔。無心カモメ。楽しい。あとまでやろう。なんすか、ツバなんすか。なるほど。そうなんだ。あ、疲れた。あ、おお。プレイヤー2ウィン。オッケー。私のすべて見せてあげる。ラウンド2。レディーゴー。での可能性がありますね。ありますね。やばい。出直しておいで。それじゃあ始めるか。これで決着。ああ、引っ張るね。ラスト。このゲーム面白い。あ、時間残り。虫を埋める。
はい、緊張しました。大丈夫ですよ。ここまで続くとは。これぞガチ対決。ガチ対決。はい、対決覚えたんだ。やってられるじ